にちは。今日は松任谷由実さんの海を見ていた午後という曲を制作してみました。ワイングラスの中をね、貨物船が通るなんてね、洒落た歌詞が出てきますね。これはとあるカフェの実在したドルフィンですかね。よろしかったら聴いてください。よろしくお願いします。グッドラック。作ってみましたね。よろしかったらチャンネル登録、コメントなんかもよろしくお願いします。リクエストもあれば答えていきたいと思います。よろしくお願いします。ではまた。さらばで。